はい、皆様こんばんは。お酒の塾長です。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯447杯目になります。今回もスコッチウイスキーのシングルモルトスカイ島の銘柄、前回はタリスカー10年でしたが、その兄弟的存在、お兄さん的存在の銘柄の登場です。いただいていきましょう。お酒の種類はウイスキー、シングルモルト、スコッチ、銘柄タリスカーストーム、原産地スコットランド、スカイ島、蒸留所タリスカーディスティラリー、輸入者MHD モエヘネシーディアジオ、アルコール分 45.8% になります。金額は5489円で購入をさせていただきました。アンインテンスタリスカーウィズアプロファンダリーマリタイムキャラクターライクアワームウェルカムフロムアワイルドヘブリディーンシー、ワイルドなヘブリディーズ諸島の海からの熱烈な歓迎のように、海のニュアンスのキャラクター個性がとても豊かな強烈なタリスカーですよという説明ですね。メイドバイザシー、海によって登場誕生しました。そして次の部分にですね、タリスカーストームイズアトゥルーリーテンペストラウスシングルモルト、タリスカーストーム、この銘柄は本当に激しく大嵐のようなシングルモードなんですと。すごい説明ですよね。1830年創業、スコットランドのインナーヘブリディーズ諸島の最も北方に位置する最大の島、スカイ島で作られるシングルモード、タリスカーストームの登場です。このタリスカー蒸留所っていうのはね、スカイ島で唯一の蒸留所でしたね。今回のね、ストームの箱もですね、このようにですね、波しぶきとね、厳しい岩、そして、荒野といいますか、丘陵がね、よく出てるんですけど、やはりあれですね、なんだろう、嵐のような、風景になってますね。前回はちょっと明るめのね、10年は明るめな感じだったんですけど、今回の箱はですね、まさしくそのストームをね、彷彿させるような、風景といいますかね、になってるのがすごいね、魅力的な感じしますよね。そして今回いただきますタリスカーっていうのはですね、言葉の由来何かと申し上げますと、ゲール語、バイキングの言葉である古代ノース語でですね、傾いた大岩、斜面状の大岩とかね、そういう意味があるみたいで、昔タリスカー蒸留所の創業者、1830年に創業したね、人が住んでいたタリスカーハウスというね、屋敷の名前、お家の名前が由来っていうことなんですね。創業者はあれですね、ヒュー・マクアスキル、ヒュー・マカスキル兄弟ですね。No whiskey reveals the character of its birthplace better than タリスカー。いいですね。タリスカー以上に、その生まれ故郷、発祥地のキャラクター、特性を明らかにするウイスキーはありませんよと。よりね、地元の味を感じることができる、いわゆるテロワールを感じることができる、それがタリスカー、そういうことなんですね。 To now, タリスカー is to feel the power of the sea。 タリスカーを知ることは海の力を感じることであります。さらに And since its lager location on the banks of Loch Harpert on theフォーボーディングアイロブスカイ、スカイ島を知ることができるロッホハーポート、いわゆるハーポート湖、ハーポート湖のほとりに位置する岩だらけ、ゴツゴツとした岩だらけのですね、起伏の多いロケーション、厳しい険しい場所を感じてくださいよと。それがね、タリスカーの味を知るっていうことなんですね。タリスカーストーム takes this most intense of experiences to a new level。 この銘柄タリスカーストームはですね、
この最も激しい強烈な経験を新しいレベルに引き上げるんですよと、そういうね、なんだろう、強烈さを力強く言ってるというね、銘柄ですね。The Sweet Worms and Briny Peppery Finish That Are the Symbol of the Talisker Character Have Been Carefully Accentuated Through a Skillful Blend of Differing Aged Talisker Casks。 ここがね、やっぱり一つのポイントなんですよね。タリスカーの個性のシンボルであります甘いぬくもりとブリニー、塩辛くですねピリッとしたですねペッパリー、ピリッとした後味、フィニッシュはですね、異なる年数の熟成を経たタリスカーのキャスク、樽のですね巧妙なブレンド、樽原酒のですね巧妙なブレンドによってですね入念に強調されております、入念に引き立たせておりますよというね、いわゆるタリスカーのですね強烈な個性たちをですねこの10年にも入ってるんですけど、それをもっともっと尖らしたのがこのタリスカーストームっていうね、そういう表現ですよね。そして最後の文はですね、冒頭に出ました文センテンスですね、もう一度報告していきます。タリスカーストームイズアトゥルーリーテンペストラウスシングルモルト、タリスカーストームは本当に激しいシングルモードですよというね、そういう最後の締めくくりの文、これが箱の裏に書かれてました。いや、ついついねこの激しいとかね強烈っていうことばっかり続いてたんでね、私もいつも以上に力が入ってしまいましたけど、どんな飲み口、私これ初めてですね、いただくのね、この銘柄は初めてなんですけど、どのようなですね激しい風味を感じることができるのでしょうか。いただくのがとても楽しみです。タリスカーストームをオープンしていきましょう。はい、このような感じで前回は白いラベルだったんですけど、今回はですね、紺と言いますかブルー、美しい冴えのあるですね濃いようなブルーの、デザインになっております。かっこいいですよねやっぱりね。タリスカーストームシングルモルトスコッチウイスキーという風に書かれてましてですね、これですね強烈な風味があるんですわーっていうね、そういうことを記載されてる分ですね。こちらのオープンは前回と同様に、ここの、キャップシールを開けるって感じですね。ちょっと開けていきましょう。おっと、途中で切れましたね。ちょっと手で強引でね、開けていきましょうね。右手でね、ひゅひゅ、利き手でやればよかったね、やっぱりね。ちょっとカッコつけたような開け方はダメですね。はい。これはコルク栓ですね。開けていきます。ギリリ、ギリリ。そろそろかな。出ましたね。ストレートですね。いやー、楽しみな瞬間ですね。ではタリスカーストームのストレートを頂戴していきましょう。そうですね、色はね相変わらずの美しい琥珀色、アンバー、そして、冴えのあるゴールド、金色っていう感じですね。香りはいかがでしょうかね。この前のタリスカー10年とどう違うんでしょうかね。確認をしていきましょう。あ、でも前回の10年とよく似てるような感じが現段階ではしますね。いわゆるピート系統、スモーキーな、風味、なんだろう、田んぼを焼いてるとかね、焼き肌とかね、煙、そういうようなね、印象ですね。しかしその奥にですね、甘いような熟成果実系統、なんだろう、洋梨とかですね、リンゴが熟したような、そういう香りも出てきますね。やはりその、なんだろう、アイラモルトまでのピートさは、いかないんですけど、バランスの良いスモーキー系統、そしてですね、熟成果実、その辺がですねうまくコラボレーションしてるっていう第一印象ですね。うん、そのような感じでね、全体的にはこの10年物と香りがよく似てるんではないだろうかっていうね、そんな印象ですね。ストレートを口に含んでいきましょう。なるほどね。全般的にドライですわ。
この10年と比べたら、甘みも似てるところはあるんですけど、最初はトロッと入るのかなと思ったんですけど、でも甘みのね、ボリュームがですね、もうそもそもドライなんですね。非常にドライですね。激しいってのはわかりますよね。ドライで洗練されたような苦味、パワフルな苦味ですね。そしてね、ご説明にあったようなね、ニュアンス、ペッパリーっていうんですかね、胡椒系統な感じっていうのもわからない感じしますね。はつらつとしてますわ。激しくはつらつとしてるような。で、面白いのが、この個人的な意見ですけど、アルコールの強さをより反映させてるような感じがするかなと思いましたね。前回の大使からは10年もんなんで、10年以上の樽原酒以上をね、使わないといけないんですけど、こっちは年数表記がなしであるので、場合によっては当然ながら10年以上の原酒も使ってると思うんですけど、10年以下のね、意味荒々しい感じの印象の、樽原酒、それをですね、バランスよくセレクトをすることによってね、このような味わいを出してるんではないだろうかっていう風にちょっとね、ヒュッと思いましたよね。あ、でもあれですね、パワフル、ハツラツとしてるんですけど、飲み込んだ後はね、上品に馴染んでいきますわ。フェードアウトがさらってしていくような感じ。しかしながら余韻はドーンと残っていく。面白いですね。続きまして、タリスカーストームの加水を楽しんでいきましょう。こんな感じかな。よいしょ。はい、これぐらいにしときましょう。加水はどのような香りでしょうか。失礼いたします。やっぱり10年物だと、よく似てますよね。なんだろう、いい意味、華やかな感じ、フラワーガーデンと言いますか、お花畑の感じも一瞬するんですけど、やはり如実に出てくるのがですね、懐かしい樹脂、クラシカルなプラスチックって感じですね。いわゆるタイヤとかね、ゴム、そのような印象。懐かしい、なんだろう、車の整備場みたいなね、そういう感じしますよね。で、あとはですね、トウキビとかね、トウモロコシを焼いてる、何度も出てきますけど、焼き畑、そういう煙系統の匂いが混ざってる、熟成果実の甘さの香りはちょっとね、抑えられた印象でしょうかね。個人的にはこういう匂い非常に好きですけどね、なんかね。なんだろう、落ち着く、いい意味落ち着くっていうのかな。そういう香りって人それぞれにありますよね。加水を口に含んでいきましょう。やっぱりドライですよね。ドライですわ。で、奥底から、喉の奥からドーンとね、苦味が出てきますわ。大人が好ましいような苦味、嗜好品の苦味ですよね、これね。で、余韻が長いですよね。やはりハードボイド系統ですね。なんだろう、変な意味じゃないですけど、タリスカー10年が女性的な印象っていうね、感じが私したんですけど、まあもちろん荒々しい感じもあるんですけど、こっちはもう圧倒的に男性的な印象ですわ。男性的な印象で、最初は口当たりいいんかなと思わせつつ、急激にね、激しい苦味、ペッパリーな感じ、ビッとね、来るようなですね、アルコール感がドーンと押し寄せてきてですね、しかしながら最後は、おとなしくなるっていうか、静かに流れる。あ、そうか、嵐が過ぎたようなフェードアウト。それをフィニッシュですね。それを狙ってるっていうことも考えられるのかな。そう考えたら、このネーミングもすごいですよね。主質をよく表しているような名前、そう思わざるを得ないようなですね、素晴らしい主質ですね。納得いきまーす。続きまして、タリスカーストームのロックを頂戴していきましょう。10年もののロックもめっちゃ美味しかったんですね。今回もどんな感じなんでしょうね。タイスカーストームのロック出来上がりました。速やかにいただいていきます。厚みが出ましたね。トロッとしたような蜂蜜のような
シロップ、糖蜜、そういうような甘さが入ってきてですね、厚みが出て、しかしながらですね、ストレート及び加水でよく感じることができた、非常にドライな感じ、スパイシーな感じ、ペッパリーな感じ、胡椒関係の感じですね。ブリニーってが出て、塩辛さっていう表現もね、英語でやったんですけど、現時点ではなんかこっちの方がなんかあったような気しますね。まあ私のね、ベロがね、もしかしたら感じてないだけかもしれませんけど。そしてですね、鼻から抜ける香りはですね、スモーク、焼き畑、田んぼを焼いてる、そのようなね、ピート関係、デーダン関係のですね、スモーキーさがよう出てますよね。いわゆる燻煙香、そういうものが出てる。やはりハードボイルドですね。では最後の飲み方のタリスカーストームのソーダ割りを頂戴していきましょう。10年もののね、こっちの方のソーダ割りも圧倒的にうまかったんですけど、今回も絶対美味しいよね。シューって言いましたね。もうちょっと入れようかな。アルコール度数ね、40% ではありませんのでね、その辺がこの 45.8 がタリスカーの個性、美味しく味わえるアルコール度数っていうことなんだと思いますけどね。泡立ちは少ないような感じがしますよね。はい、タリスカーストロームのソーダ割りですね。懐かしい樹脂のようなですね、そのような加水のような華やかな香りが出ましたね。飲んでいきましょう。とても楽しみです。うおー、これめっちゃうまいな。これ居酒屋でハイボールとかね、ソーダ割って当然ながら人気があってね、いろいろ飲む機会出てくるんですけど、こういうソーダ割飲むとちょっと言葉失うよね。よりそれがですね、甘みが抑えられて、で、ドーンと存在感残るソーダ割ですわ。シャープでキレがあるソーダと、この主質が合ってるんでしょうね。めちゃくちゃ存在感ある。そしてですね、納得できる、なんだろう、出汁っていうのかな。旨味、そういう平坦なフラットなような味を感じさせるようなソーダ割ですね。和食に合うソーダ割ですね。海の匂いが強いようなですね、昆布とか刺身とかね、もうそんなに絶対合いそう。これ、このソーダ割もすごいな。これな、すごいシングルモトやわ。タリスカーすごいね。では今夜はスコッチのシングルモルトウイスキータリスカーストームで乾杯。